とビ<ズ>16キロにも及ぶ長い車列ロシアのプーチン大統領が部分動員令を出した後陸路で出国を試みるロシア国民の車が隣国ジョージアとの国境に殺到していますこちらはジョージア側の国境付近で27日に撮影された映像です 車車でではなくく自転車で越境してくる人の姿もジョージア内務省によりますと9月21日以降 5万3000人以上のロシア人が入国しているということです。